チャオ、まひろです。9月3日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい。で、睡眠タイプがこれはすやすやか、あ、うとうとなので、寝るときはマスター1で寝れましたね。ポケモンが、お、8体来てくれてるね。チャンネル登録と高評価よろしくね。はい。で、お香を炊きましたね。上にもう出てるね、すいくんちゃん、すいくんちゃんすいくん、はい。いやー、チャンスついてくれると嬉しいんだけどな。マスボ投げるしかないかな。で、左側は、はい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 、一応水ポケモンが多めに出るっていう感じなんだよね。うん、キャタピー久々に見たなはい、とりあえずスイくんだね。その次にウーパーかな。まだ終わってないからね。で、チャンスのお香を使ってるんで、それがスイくんに来てくれると。だーいやー、はい、マスターサブレですね、あげます。はい、ゲット。まあ、とりあえずね、1匹はゲットできましたね、ということでそれと、まあ、ウッパーかな。いや、でもあれだよね、二進化だからさ、きついよね、時間が。やっぱお手伝いスピードが遅いく感じる。ああ、満腹になっちゃった、珍しい。じゃあついでにヤドンちゃん取っておきましょうか。これでゲットだね。ヤドランか、これ。さあ、それで終わりでいいかな。はい。スイくんって食材何なんだろうな。まあ、とりあえず今日はこの1枚でいいね。まだちゃんと調べてないんだよね。厳選表の方も作んないとだね。はい。まあ、ここら辺は一緒なんだっけ？第三食材何なんだろう。わかんないな。はい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 。まあまあ、まあ、とりあえず本当に編成に出ることがないから、まあ、2体目とかは別に無理してはいいかなっていう感じだね。お、ばらけてるね。でも尻尾尻尾の方がいいよね。食材確率アップ。まあ別にいらないかな。はい、ということで、本日はこんな感じになりましたね。で、お昼あげて、夜あげて、マスター6いくかなっていう感じですかね。はい、ということで、皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。スイくんちゃんはゲットできましたでしょうか。よかったらコメント欄で教えてね。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。